ございます。ただいまから森市長の定例記者会見を行います。進行につきましては幹事社にお願いいたします。幹事社の共同通信の鈴木です。よろしくお願いします。まずはじめに森市長より発表事項について説明をお願いします。はい。皆さんおはようございます。まず今週火曜日の市電市バスの事故につきましては、おけがをされた方々をはじめ乗客の皆様や多くの方々にご心配ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫びを申し上げたいと思います。さて本日は平成26年度最初の定例記者会見です。本市はこの1日に市政施行125周年を迎えましたが、新年度もスタートして間もなく1ヶ月になろうといたしております。市政記者の皆様には引き続き市政に対しまして各面からご協力をいただきますようよろしくお願いをいたします。それでは本日は4項目について発表をいたします。はじめに鹿児島女子短期大学との連携協定締結について説明をいたします。本市と鹿児島女子短期大学は、それぞれの資源、機能等の活用を図りながら、相互に協力をし、地域社会の発展に寄与するため、4月の30日、連携に関する協定を締結いたします。大学との協定締結は、平成19年の鹿児島大学に続きまして、2例目となります。連携協定は、地域の振興に関することや、健康で安心な暮らしに関することなどで、具体的な連携の取り組みにつきましては、今後、両者で提案、協議することとなっておりまして、子育て支援施設における学生のボランティア活動や職場体験学習などを想定をいたしております。同大学におかれましては、これまでも各審議会委員への就任など、各面においてご協力をいただいておりまして、今回の協定締結によりまして、協力体制のさらなる強化、緊密化を図るとともに、新たな連携の取り組みを進め、本市の活性化につなげていきたいと考えております。次に、風疹抗体検査の無料実施について説明をいたします。妊婦が風疹にかかると、赤ちゃんに難聴や湿疹感のなど、先天性風疹症候群が起こる可能性があることから、出産経験のない妊娠希望の女性などを対象に、風疹抗体検査を5月1日から無料で実施いたします。検査は市が委託した医療機関に直接申し込んでいただくこととなります。該当する方におかれては、ぜひ検査を受けていただきまして、赤ちゃんの先天性風疹症候群の予防に進めていただきたいと考えております。次に、平成26年度の防災点検について説明をいたします。梅雨や台風シーズンなどを前に、自然災害等の未然防止に向けまして、急傾斜地などの災害危険箇所や、桜島の火山災害に備えた施設整備の点検のほか、今年度は4月に一部運用を開始したデジタル防災行政無線の放送状況の点検を5月12日に行うことといたしております。私は桜島班として、坂口副市長らとともに、有村観測行動における観測体制を確認し、第2有村川や引きの平の砂防治山工事の状況を点検をいたします。松木園副市長は、市街地班として、新市立病院や新交通局の建設現場のほか、後ろの谷砂防工事の現場を点検をします。なお、今回の点検に際しまして、市の 全施設においても防災点検を行うこととしておりまして、防災対策について引き続き万全を期してまいります。最後にゴールデンウィーク等の主なイベントでございますが、恒例の平川動物公園子ども祭りや、錦江湾公園花祭り、また農林水産春祭りなど、盛りだくさんのイベントを実施することといたしております。また、渋谷鹿児島春祭りには、私も参加し、本市を積極的に PR をしてまいります。なお、多くの来場が予想されます平川動物公園においては、5月3日から6日まで、無料の特設駐車場の設置などの対策を実施することといたしておりますので、皆様方におかれましては、報道についてご協力をよろしくお願いいたします。本日は以上であります。では発表事項に関して質問のある者はお願いします。
内容でしたら市政一般に関する質問がありましたらよろしくお願いします。よろしいですか。はい、どうぞ。KTS 直樹です。冒頭市長がおっしゃった市電と市バスの事故についてなんですけれども、あってはならない事故ということで市当局の直後の対応、再発防止に向けた取り組みなどをお知らせください。はい、先ほど冒頭で申し上げましたけれども、今回の事故、あってはならない、事故だと思っております。常日頃からこの交通事故等については注意喚起をし、職員のそういう事故対策についてもしっかりとした、指導をしていた矢先で、こういう事故が起こったということは、私にとりましても大変残念でならないところでございます。交通局においては早速、再度、こういう事故が起こらないようにそういう協議また対策も図ったということも報告を受けておりますので、今後もそういう事故が絶対に起こらないようにそういう対策をしっかりと立てて、そしてまた職員等にもですねしっかりその周知を図っていかなきゃならないというふうに考えております。何かそのペーパー等はお出しにならなかったんですか、今回は。その市職員に対して、いや、交通局の方で4月の23日ですね、臨時の局議、それから人理の運輸安全マネジメント委員会というものを開催して、全職員に管理者訓示を通達をしました。はい、どうぞ。関連してですけど、先ほど、対策を図ったという報告を受けているということでしたけれども、具体的な対策というのはどのような対策があったんでしょうか。先ほどその交通局の方から今後その事故防止のため の対策を図ったという報告を受けているということだったんですけれども、報告の具体的な内容をどういった対策を取られているということなんでしょうか。いや、やはり事故防止、注意喚起をしっかりするということですね。今回は不しくも市電と市バスという、交通局の内部で起こった事故ですし、それとともに、交通渋滞を引き起こしましたので、多大なる市民の皆様にもご迷惑をおかけしたということでですね、こういうことは絶対あってはならないということで、そういう、指導をしたと報告を受けております。はい、何かその表示を分かりやすくする、今回その表示を、接近中の表示を見落としたということでしたが、そういった取り組みと具体的なことは検討はないんでしょうか。今後、原因究明というのは、今もおっしゃられたようなことも原因の一つにあろうということに、を聞いておりますけれども、今後この自己検証をですねしっかりとしてそういう対策をしていかなきゃいけないというふうに思いますね。具体的には何をするということはまだしておりませんけれども。はい、どうぞ。日経新聞の近藤といいます。はい、原発関連でちょっとお伺いしたいことが、何点かございます。はい、昨日、昨夜、和泉市の方でですね、住民向けの、説明会が、開かれました。その後に、和泉市長、囲み取材がありましてですね、その際に、30キロ圏のですね、6市長と、現在事務レベルで、審査終了後のですね、説明会を各6市町でも開いてもらえるように、事務レベルで、現在その協議をしていると。で、その協議が、集まって6市町が集まってやるのか、もしくは書面で持ち回りをするのか分かんないけれども、何らかのその合意が得られた段階では、知事に、申し入れをすると。で、その申し入れをする場合は、6首長がですね、集まってやるかどうか分かんないんですけども、知事に対してそれは6市長の合意ができた段階で、要請したいと。で、その中心となる代表者というのは、森市長であるというような、
お話があったんですけども、その事実関係その、も含めてですね、現在どういうようなその状況であるのかということおよびその、交渉の状況、段階というのは今どういうふうな段階で、まあ泉市長が言うにはなるべく早くですねこれを まとめて、できるだけ早くこれは要請したいと知事に要請したいということですけれども現段階でどのような状況にあるのか例えば連休明けにでももうそれは出せるような状況にあるのかどうかというのをその、お伺いしたいということとあとそれが一つあとこれに対して の鹿児島市長としての見解およびその6市長の、取りまとめ役としての見解をお伺いしたいというのが2点目でございます。で3点目ちょっと順序が逆になるかもしれませんけれどもそもそもこういうような話が出てきたきっかけとかですねちょっとそれを時系列的に、例えば泉市長から、こういうような訴えあお願いがですね例えば1週間ぐらい前に森市長の方にあってみたいなその交渉のですねそもそもこれどういった経緯で出てきたのみたいなですねその話をちょっとお伺いしたいと思います。以上3点でございます。はい、まずUPZ30 キロ圏内の、6市長で、県の方に住民説明会を開催してほしいというそういうことの今経過等についてはですね、4月の中旬、16日ですね6市長の関係課長によって、それぞれの市の考え方を、出し合ってそして検討をし、そして整理を行っております。そしてまたそれを各市に、町に挙げて各市 のそれぞれの首長さん方にも、そのことにその旨を伝えております。今後具体的な内容まで詰めてですね、それらをまた日時等についてまた誰がどういう形で県の方へ持っていくかということはですね早急に結論を出したいというふうに思います。できるだけこれも、泉市長がおっしゃったように早い時期にですねこのことをお伝えをしたいと思いますし、私の見解としてもですねこれまでもやっぱり UPZ30 キロ圏内でもですね、説明会を開いてほしいということも申し上げておりますので、それと合致をすることで、ありますのでぜひそのことについては実現をしていきたいと思います。またこのことについてはですね今も申し上げましたけれども私どももですねぜひ鹿児島市でも開いてほしいということを再三申し上げておりました。それを今回は6市長30キロ圏内にある6市長が一致して、連携をして、県の方に要請をしていくということでありますので、私の思いもこのことで、県の方にも伝わっていくのではないかなというふうに思っております。確認ですが、6市長の、ちょっと、改めまして具体的なちょっと名前を間違えると大変なので、名前というか市町村名を改めてちょっとお伺いしたいのとあと合意ができそうかどうかというですねその判断をちょっとその取りまとめ役としての判断を今合意はできそうなのかどうなのか例えば8号目とか9号目とかそれともまだ結構意見の隔たりがあるのかということとなるべく早い時期というのは要するにその、6月議会例えば薩摩仙台市の6月議会の前とかですね例えば5月の連休明けとか一体どういうようなその、射程距離というんですかねかなりその、もう連休明けとか5月中とかですねそういうものなのかそれとももっと長距離的に夏とかですね6月議会の後とかですねある程度その目処をちょっと教えていただければ大変ありがたいんですけども。はい、6市長はですね泉市、日置市、姶良市、薩摩町、長島町で鹿児島市ですね。よろしいですか。そしてこの県に要望はですね私もできるだけ早く提出したいというふうに思っておりますので、6月議会ということはもう前ということはなかなかありえないと思いますのでもっと早く、したいというふうに思っておりますので、各、自治体の、首長にもこのことについてはですねできるだけ早く、合意をしたいということを申し入れをしたいというふうに思います。しつこいんですけど5月中ということでそうですね、捉えてよろしいございますか。はい、ありがとうございます。関連して、はい、西日本新聞片岡です。はい、知事の発案のようなんですが、その
規制委員会の審査結果の説明会に先立って、まあ、いわゆる避難計画の説明会が、まあ、昨日から始まったと。で、まあ、鹿児島市でも、まあ、5月の頭に予定されているようなんですが、この避難計画の説明会を開催するということについてはどういう評価をしていらっしゃるんでしょうか。はい、県の方で避難計画をということで、説明会ということですが、まあ、鹿児島市はですね、毎年防災研修会というのを、市内の13地区で開催をしておりますので、まあ、その中で避難計画等についてもですね、説明をする予定であります。まあ、5月の2日に、まあ、郡山地域でもいたしますが、その際はまあ県も中に入っていただいて、その県の、まあ、避難計画等についても説明されるということでございますので、まあ、私どもは、まあ、県の方々がそういう形で参画をされることについてはですね、まあ、賛成ですし、また、しっかりとした説明をしていただければというふうに思います。まあ、市としてもこれまでも郡山地域だけではなくてですね、その他の地域でもその避難計画についてはしっかりと市民の方々に説明をしていきたいと、そういう予定もしております。知事は今回の避難計画の説明会については、いわゆるその再稼働を判断する上での判断材料にはならないというふうにおっしゃってるんですが、まあ、やっぱり市長としてはこう再稼働を判断する上の一つの位置づけというふうに捉えていらっしゃいますか。いや、私もですね、それはそういう位置づけはしておりません。とにかく避難計画というのは、このいろいろな、まあ、原子力災害等についてもそうですし、他の他のことについても、そういう避難をしなきゃいけないという、そういう計画を鹿児島市は作っておりますので、それを、まあ、市民の方々に周知をしていく、そういうための、まあ、防災研修会ですので、その中で避難計画を説明するということでございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。その説明会に関連しての質問なんですけれども、知事はその避難計画について説明会をするという発言をされたときに、まあ、住民の方の一番 その関心が高いというのは、まあ、災害が起きた際の避難の仕方だろうと、そこを説明する、自分に説明する必要があるということで、まあ、そのシビアアクシデントに対する急電の対応についてもその説明はするけども、その1回で分かりきらないと、難しすぎるということで、そのまあ避難計画の説明会が重要じゃないかということで開催されていると思うんですけども、その避難計画の説明、今回その6市町でその規制委員のお墨付けをもらった後 その新規制規制に対する説明会を開いてほしいというふうに要望されるということを、まあ、合意すれば要望されるということなんですけど、それはやはり避難計画の説明会をした上で、まだそういう説明会は必要だというお考えということでよろしいでしょうか。そうですね、先ほど申し上げましたように、今回の避難計画は、私どもが説明をする避難計画は、まあ、原子力災害に対する避難計画も、さることながら、その他の避難計画についても説明をするようにしておりますので、私どもが今、6市町で、申請をする、要望するのは、やっぱり原子力災害についての、まあ、説明会、住民避難を含めてですね、説明会をしてほしいということの要望でございます。でもその要望される説明会というのは規制委とかによる国の説明で、まあ、新規制基準にのっとった急電の対応についての説明だと思うんですけども、はい、そうですね、それはもうやはり重要、ね、理解してもらうことが重要です。そうですね、はい、はい、どうぞ。はい、確認です。はい、どうぞ。6市町で協議をして申し入れる、まあ、今後内容は今後詰めていかれると思うんですが、それは6市町でそれぞれでその審査結果の説明会をやってほしいというような内容になるということなんですか。今のところ、まあ、そこの最終的な詰めを行っております。まあ、全市、6市でそれぞれやってほしいというのか、まあ、その中の今県の方は薩摩川内と一木串木野で、3回ということですが、それ以外にもしてほしいということで、ですので我々の要望としてはですね、だからそれぞれの 市町村でやるか、まあ、その中の6市町の範囲の中の、まあ、いくつかを限定してやるかというのは今後また早急に詰めたいと思っております。あと前回の会見の際に市長は申し入れは
するんだけれども、最終的な判断は県がするんだと、最終的には県の判断に従うというようなお話があったと思うんですが、そのお考えに 今もお変わりはないですか。そうですね、最終的には判断されるのはもう県の方が判断されると私は思っておりますので、要請としてはしっかりと要請していきたいと。はい、どうぞ。確認なんですけれども、はい、その6市町の合意はもう今の段階で大体もうしているっていうような。いや、まだですね、これから、はい、これからですね。それをした上でその要望自体をもう5月中にしたいっていう。そうですね、まあ、できるだけ早い、まあ、今県に対して目処としては5月中にはしたいという要望を県に対してということ。すみません、昨日泉市であった説明会ではだいぶ住民の方から質問や意見が出たということですけれども、鹿児島市で開くには開く際にはその住民から出た意見を今後その避難計画などに反映させていくようなお考えがおありかということと、あと UPZ 内の鹿児島市の人数は確か約1000人だったと記憶してますけれども、この説明会が1回で十分だとお考えかどうかをよろしくお願いします。はい、私ども避難計画を作る際にもですね、 UPZ、郡山地域ですけれども、昨年、防災、研修会を開いてその中でもいろいろな意見をいただいておりますし、また、昨年の11月にですね、避難訓練も行いました。その際にもいろいろとご意見を伺っておりますので、それらを反映をした、避難計画を今策定をしております。昨日、泉市で開かれたのは、初めてのことでだったと思っておりますので、側聞しておりますので、いろいろご意見が出たんだろうと思っております。市は、UPZ30 キロ圏内はそういう形で今やっておりますし、また、今後もですね、13地域で避難計画の説明も防災研修会の中で説明をしていきますので、それらの中でですね、いろいろとまたご意見とか出た場合はですね、また避難計画を今作っている避難計画を変更したり訂正するという、そういう、手続きも必要かというふうに思いますけども。県と一緒に開くのは1回だけ。何ですか。県と合同で開かれる説明会は今回だけになる。そうですね、今回も私どもの地域防災の研修会に県の方が参加をして、そういう避難計画を説明されるということでございますので。はい、鹿児島市としてはそのどこで開催するべきだということをもう一度お願いしてよろしいでしょうか。その鹿児島市としての意見といいましょうか。鹿児島市その6市町の中でですか。はいはい、私は前々から申し上げておりますし、鹿児島市でも開催をしてほしいということですね。その6市町、市としてその6市町全部でするというのではなく、その利便性の高いところでみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど。今後、6市町の中でどういう、調整ができるか分かりませんけども、できるだけ、鹿児島市でも開催をしてほしいという思いは伝えたいと思います。あとは6市町の思いがどういう形で調整されるかということですけども。はい、どうぞ。南日本新聞の川端と申します。オレンジ鉄道の経営支援についてお伺いしたいんですけれども、以前市長会としては今後副市長レベルで話していくということになったと思うんですけれども、どのようなことを協議、副市長レベルでどのようなことを協議していくのかということと、現在進捗というかもう一回開かれたと思うんですけど、どのような意見がまとまったのかということと、あと副市長レベル その会合では結論を出す場ではないと伺ったんですが、今後どのように市長会として意見をまとめていくのかということと、すみません、合わせて鹿児島市長としてはオレンジ鉄道の経営支援どのように考えていらっしゃるか、また振興協会の会長でもあられるので、振興協会としてはどのように意見をまとめていくのかということを教えてください。はい、先般の市長会の中で、理事会を開いたその結果を市長会で確認をいたしました。その際にいろいろとオレンジ鉄道の支援については課題が山積をしているので、その課題等をしっかりと課題等に向き合って、それを
解決をしていく、そういう意味ではやはり、まあ、理事会の副市長で、できるだけ精力的に、会合を開いて、それらの検討をして進めてほしいということで、まあ、副市長の会議を今開催をしているところでございます。まだ1回、開催をしておりますけれども、まあ、その中ではですね、やはり私ども市長会で、いろいろ出た案件等についてですね、まず確認をして、そして、どういった形でどういう、まあ、結論を導き出していくかということのまだ結論までは、まだ至っていないところでございます。まあ、次回また県なりまた3市の要請している3市の方々のまたご意見を聞きながら、またいろいろな課題についても県の方にそれらを、まあ、出していろいろ意見を伺いたいというふうに思います。またできるだけ詳細な内容を県の方からも、またオレンジ鉄道からも示していただいて、最終的な方向を出していただいて、それをまた市長会に出していただいた上で、全市、19市の市長会、市の市長と協議をして結論を出していきたいというふうに思います。鹿児島市の市長としての立場としてはですね、まだ課題等がしっかりとしてクリアしておりませんので、今この段階ではどういう形で進めるべきかということは申し上げるべきではないと思いますし、また市長会の会長としてもですね、全市それぞれいろいろとこのことについてはですね、検討課題を出していただいていますので、そのことについて精査をしていかなきゃいけないと思っております。でも今後オレンジ鉄道経営が大変厳しいということをお聞きしておりますので、できるだけこれも早い段階で結論を導き出さなきゃいけないというふうに思います。今町村会は一応支援をするという、そういう結論を出されました。あと市長会、市議会議長会、そして町村議長会が最終的な結論を出して、それを挙げて振興協会の理事会で協議をしていきますので、それを取りまとめる段階、まあ、県の市長会、振興協会の理事会をいつ開くかというのも、まあ、定期の理事会というのは6月に開催しておりますけれども、それでいいのかどうかというのもですね、今後また各理事の方々ともっと協議をしていかなきゃいけないと思いますね。すいません、重ねてオレンジ鉄道の経営支援の仕組みについてのさまざまな課題があってということなんですけれども、改めて具体的にどういうところが一番課題だと思っていらっしゃいますか。平成16年にオレンジ鉄道の支援をするというときに、県沿線の、まあ、市町村ですね、その時はまだ合併もしていないところがありましたので、で非沿線、それらで、まあ、協定書を作っておりますので、その際にはですね、支援は1回限りということになっております。その1回限りを今回、まあ、スキームが変わったということで、支援のスキームが変わったということで改めて出すということと、まあ、そういう、まあ、課題もありますし、まあ、それを振興協会の資金から出さなきゃいけないかということも、なぜ出さなきゃいけないかというそういう課題もあったりですね、いたしますので、やはり、最初の16年度の、協定書に基づく支援を再度改めて、変えるということですので、それについてはですね、大きなやっぱり転換だと思いますので、それがやっぱり一つの、まあ、ネックになってますよね。はいはい、どうぞ。はい、はい、県 の、 アリーナ計画の件なんですけど、はいはい、2点をお伺いしたいんですけど、はい、今のところ県との協議はどうなっているのかということと、先日自然と一体的な整備を要請したということなんですけど、今後はどういった要請をしていくのかというその2点を教えてください。はい、まあ、複合施設スーパーアリーナについてはですね、まあ、私参加議会でも答弁いたしましたけども、やはり私は市電の、まあ、延伸も
施策として、今立ち上げておりますので、できるだけその複合施設と、まあ、競合すると、まあ、一緒になって、進めていかなきゃいけない大きな課題だと思っております。そういった意味で、昨日、まあ、県の方に対してですね、本国におけるスーパーアリーナの整備についてですね、まあ、一体的にぜひ進めてほしいという要請を行いました。まあ、一応今要請を行ったところですので、まあ、今後県とのまたいろいろと協議をしていかなきゃいけないと思いますので、まだそれ具体的にですね、どういった形で進めようというのはまだ決めておりません。とにかく一体的に、進めてほしいという要望をして、できるだけ、まあ、早い時期に、そういう、まあ、明確な方向性が打ち出されば、私もとしても大変ありがたいというふうに思いますけど、はい、すみません。そうすると、ぜひ鹿児島市に作ってほしいということになるんですか。そうですね、ぜひそのことも踏まえて、出しましたですね。昨日要請したのは2日前に要請したってことですか。そうですね、その複合施設とその市電の延伸をその一体的に整備してほしいという、はい、これ書面で。そうですね、知事にということですか。そうです、まあ、企画財政局長から向こうの知事公室長、まあ、それは鹿児島市長から鹿児島県知事という手で出しました。正式に県の方に鹿児島市にということで、申してたのは今回が初めてということに。文章ではですね、本会議の中ではしっかりと私は言いましたけれども、文章として出したのは初めてですね。もし差し支えなかったら後で書面をいただけたらと思うんですけれども。はい、じゃあ、ね、お願いします。企画部にあります。この時期に申し出たというのは何かタイミングがあったんでしょうか。そうですね、やはり県の方としてもスーパーアリーナについていろいろな自治体からの要請があります。そしてまた私自身もですね、これまでも、まあ、市電延伸等についてですね、やっぱり県が構想をしておられるそのスーパーアリーナとの関連が大きいですので、その私の施策についてもできるだけ早く進めたいという思いから、まあ、県との、協議も早く進めたいという思いから今回の、まあ、要請に至っております。すみません、市としてはどんな施設をというような思いはありますか。まあ、それはやはりここの中心市街地のですね、活性化、そしてまた交流人口の増加、まあ、そして、何よりもこの地域の、まあ、なんていうかな、振興にも大きく資するようなそういうものを作ってほしいと。これは、まあ、県の知事も同じような思いでここに作ろうということで最初提案をされておりますので、やはりそういう思いも私と知事は一致をしているというふうに思います。ありがとうございます。他にございませんか。それでは広報課長にお返しします。次回の開催については幹事社と相談の上後日連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。それでは以上で森市長の定例記者会見を終了します。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。